さとめさん、はい、古川さん、よし、先日はアモアスでポケカリーグお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも、主催の七子です。あ、ありがとうございます。お疲れ様です。本当に、はいはい、ね、この話はこれぐらい大丈夫なんで膨らめた時の先に大きな穴があるよ。なんで、何が穴だって。あんな楽しかったイベント盛り上がったでしょ。盛り上がった、楽しかったよね。めっちゃ楽しかった。そうでしょ。楽しかった、楽しかった。俺は七子のために言ってるんだよ。何を、すごい楽しかったよ。感の方が良くない。何を気づかれることがあるんだよ。もう楽しかったねーっていう、そう、深い話はあんましない方がいいよ。いやいや、楽しかったですよ。はいはい。でね、まあ僕は確かに予選敗退したわけですけども、まあ、ね、あ、穴から穴に自ら行ったね。クイーンですよね。だけど僕あなたたちと戦ってないから、直接。古いに来たら戦った。確かに負けた。はい、でもザメに来たら戦ってない。確かにね。そう、はい、ザメに来とちょっと直接対決して。どぎゃー。持ってきは用意したよ。だからそういうのが連絡が来たから。パモデッキ。パモデッキですよ。あれ、猛威を振るってパモデッキ持ってきてくれた。猛威を振るったよ。頑張ったよ、パモがね。俺はもうピカチュウ分ユニオンドギャン。そう、ドギャン来るね。そう。なら、うん、ちゃんとここでリベンジマッチというか。あ、いいですね。ザメに来とまだ戦ってなかったから、そのデッキで戦いたいということで。普通に楽しみだわ。持ってきました。はい。神なり対決じゃん。いいね。お、そう、新旧の電気ネズミ対決ですよ。第一世代と第九世代が。だ、本当に強いのはどっちかってこと。真のマスコットはどっちかってとこ。なるほど。今日お見せしようと思います。お、やんのか。お、やんのか。やめろ。やめろ。では対戦よろしくお願いします。じゃあ最初はグー、じゃんけん、はい、はい、行くでしょ。じゃあ先行で。OK です。じゃあ私ここで。気に事故りませんように。頑張れ。まあ事故ってもね、サイドでどうのこうのできるのがこのデッキですから。なるほど。ちなみに。うん、ちなみに俺の時はどうもこうもできなかった。どうもこうもできなかった。本当にどうもこうもできなかった。動画にも配信にも残ってないから言うけど、うん、本当ド事故で何にもできずに負けましたからね。でも今日はそうはならない。なるほど。いい試合をよろしくお願いします。いい名してるな。俺勝ったら俺ちゃんと決勝リーグ上がったことに ならない。ならない。ならない。じゃんけんとしてる。三つ覚えてしてるって。ならない。そう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 。では対戦よろしくお願いします。バトルスタート。おお、ライガブイ。私はメリープでございます。はい、どうぞ。では私のターンです。お願いします。はい、ドロー。あ、引きは。お、お、え？あ、引きは。危ない。あ、ずるい。本当に？わ、なんじゃも使えて今すげえ。俺の時とは違う？あ、全然違います。はい、じゃあネストボール使います。山札から種ポケモンを出して、ベンチに置きます。で、おやつが来るな。おやつが来る。あ、ネストボールの内容見させていただきます。嘘だろ。そこから。じゃあ未来ドン持ってきます。はい、で未来ドンの、タンデムユニットのを使います。今回、はい、どうぞ。タンデムユニットで、山札から電気ポケモンのを2枚持ってきます。持ってくるのがパンモと、うん、私も持ってるよライコ。でまあそうなんだ、ね。電気タイプのデッキにはもうライコ V が入んなもん。これはもう。いやライコはやっぱね、1枚ドローできるのがすごい安定するんだよね。うん、そしてミライドンは実質バトルビップパスの化身なんで。いや、そうだね。そうですね。雷デッキ、電気デッキにもう必須ですよね。はい、うん、メリープに電気エネルギーを貼って逃げます、はい、で雷光 V が出てきて、雷光 V の特性瞬速使います。山札から1枚ドローできますので、ドローをしますと、はい、はい、こちらでターンエンド。あ、もうターンエンドですか、はい、いいですか、わかりました、いきます。おー、いいね、回ってるな、なんか、やだな、ウキウキな子だ、うん、じゃあまず、森の封印石を使います。あ、早速V スターバー、早速もう使います、はい、好きなカード1枚引いてくることができます。で、ここでまず確認、ほう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 、あれが行ってくれたら最高、あれが行ってくれたら最高、ほう、きた、お、これは勝つ、これで勝たなきゃダメ。お、サイドにも追ってなさそうですよ。じゃあまずはバトルビットパスを拾ってきます。で、バトルビットパスを早速使います。はい、使うのは、拾ってくるのは輝く月光牙と、はい、あとはイキリンコ EX を拾ってきます。デッキ掘るね。で、まあ、ごめん、早速もうどんどん使うのであんままだシャッフルしないんだけど、はい、冒険家の発見を使います。で、冒険家の発見は山札からポケモン V を3枚まで選び、相手に見せて手札に加えることができます。おお、それはポケモン V ユニオンを持ってきちゃうの。 V ユニオン、そして
ブユリオン。あ、それでそうか、イキリンコで捨てるのか、それを。そういうことですね。イキリンコ強いな。テンション行ってきます。回ってる回ってるよ、回ってるよ。こうなるはずだった、こうなるはずだったのよ。ちなみにあの3回やってどうだったんですか、それはできたんですか。ん何ですか。すいません、今のなかったこと言ってください。何が言いたいんですか。無理ちゃんに何か合体しとったけどな、何ですか言われてた。合体まではできたんだ。合体まではできたんだよ。俺の時は合体もできなかったから。アルセウスも使います。山札1枚上見て元に戻します。、はい、望むなら裏の自分のサイドと入れ替えます。望むのでこれと入れ替えます。おお、よいしょ、こっち引き換えていきます。テクイことやってくるね。テクイとか言わなくてもないんだよね。待ってね、はい、じゃあこれはもう早速、イキリンコ EX のイキリテイクを使います。おお、やっぱ捨てるね。今手札がね、1,2,3,4,7 枚あるんですけど全部捨てます。はい、ボスの押しでハイパーボール、雷エネルギー、 VVVV と、お、全4枚ある。これ落としまして、お、この子がトラッシュに行ったと思ったら、出るんですね、トラッシュ揃ったら。ドギャお、強い。ここ行ったんで、行ったんで、来ました。これがやりたかったです。すごい、これがやりたかったです。私、はい、ということで生きていくのを使って6枚引いてきます。はい、1,2,3,4,5,6 枚引いてきます。はい、よいしょ、はい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 、来ました。で、まずはアルセウスフォンを使います。はい、で、見ます。で、これは戻します。望まないので戻します。はい、エレキジェネレーターを使います。お、山札上から5枚見て、その中から雷エネルギーを2枚まで選びます。 1,2,3,4,5 今見て戻したということは、いたんだね、雷エネルギーがいるわけですね。お、2枚あります。なるほど、それでなかったらサイド落ちしてるかもしれないエネルギーと入れ替えたりするわけか。そういうことなんです、そういうことなんです。そういう、これをなぜ俺は大会にできなかったの。マジでここいたんで動いてんじゃん。ああ、そうだね、こっちが聞きたいわ。アルセウスフォン使います。1枚見ます。はい、おう、おい、こんなにうまくいくか。瞬速使います。はい、瞬速使います。ワルデキジェネレーター、ポケモン入れ替え使います。内包部位と、うまくいくんすぎやろ。こんなにうまくいくか。こんなにうまくいくのか。おい、できすぎやろ。ピカチュウ VU が前に出ます。あれ積み込んだ、まだ俺のバトルレイスは終了してない。もっとバレないように、バレないようにやってもらった。はい、手札から、ピカチュウ VU に雷エネルギー1枚貼ります。はい、というわけで、はい、ピカチュウ VU に4が、起動し始ます。というわけで、俺も初めて見てる。俺の時合体しなかったもん。実は電磁障害、はいはい、150ダメージを雷光部位に与えます。150なんだ。ダメージ、はい、あ、そうそう、じゃあ俺の成金ダメ感をどうぞ。成金ダメ感すげえな、これ150与えますね。 50? すごい、こんな成金、成金で、はい、で番を返します。はい、このターンから、はい、このターンからとか、この電磁障害を使ったターン、はい、あなたは手札からグッズを出して使うことができません。あー、めんどくさ。めんどくさ。そんな効果あんねや。ちょっとグッズってことはボール使えないのか。ずる、ちょっとボール使えないですね。なるほど、ずるいやん。あ、そうです、そういうデッキです。ドロー、どうぞ。では、ミライドンの特性タンデムユニットを使います。これ彼はね、はい、グッズじゃないから。いや、そうなんです、ポケモンです。だここに本当、あと板垣の雪道とか貼れると、うんうん、特性も止まるし、はいはいはい、もう何にもできなくなるんですけど、ただね、まあちょっと板垣の雪道を貼るだけのデッキの余裕がない。なるほどね。じゃあファームを呼んで、ね、いろいろカードを入れなきゃ。あとメリープも呼びます。はい、どうぞ。アスナザメは動けるのか。いや、ちょっとね、グッズ使えないのはなかなかにしんどいですね。アスナさんもエレキジェネレーターとかも使いたいし、入れ替えも使いたい。あとはやっぱそのパーモット進化させるために。ダメだ、アメが使えない。アメも使えないんや。アメも使えないんですね。あらダメちゃダメですよ、アスナザメさん。あー、ダメだ、ちょっとダメちゃいけませんよ。これは苦しいですね。やばい、あの鼻をどうにかして叩かないと。これは大会でこうならない。私に課せられた使命、あの鼻を潰さなくちゃと、伸びた鼻を。では、これ、ね、ブユニオン取られるとね、あのサイド3枚持ってかれるんで。あ、そうなんだ。そうなんです。ブイマックスと一緒なんだ。では、雷光ブイの瞬速使います。山札から1枚ドローします。ドロー。
で、火花の決意を使います、はい、自分の手札を2枚トラッシュして相手の場のポケモンの数だけ山札引くだけど、これ 4体ならない、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 1体です、この子たち。いや、いや、ポケモンの数だったら、離れる、1、2、3、4、5、6、LO になるぞ、LO に、LO になんの、そんなことやったら、このくらい、よいしょよいしょってなる、オールか、そんなもん、まあまあ、じゃあ、相手の場の数の方が、ノーカー、クソ、4枚ですね、4枚、はい、4枚引きます、で、その前にまずトラッシュで、いやー、破裂さん呼ばなきゃ、ジャッジ確認しないと、そうだね、どうでしたっけ、どうでしたっけ、映ってるポケモンの数でしたっけ、さあさあ、冷やかしだったらやめてもらっていいですか。マナフィーとペパーを捨てて、4枚ドローします。ここでね、本当だったらペパー使ってね、もう飴で進化させたかったんだけどね、うん、ちょっと嫌なことされました。はい、4枚ドローします。あ、そっか、ペパー入った、あー、危なかったね。そうそうそう、であれば飴が引けるもんな、仕方ないので、レベルボール出します。出せない、あ、そっか、出せない、もうグッズですよ、レベルボールは出せない、ボールはグッズです。もう投げんぞこれ、何もできんのちゃん、やべえ、展示障害中です、何もできんよ、何もできんよ、やっば、もういいデッキなんだな、これ何もできん。じゃあちょっとこう、パモンにじゃあエネルギーを張って、はい、いや、ちょっと待ってね、これはだったらちょっとね、粘るわ、であれば、雷光部に手張りして逃げます。はい、逃げて、メリーポン、はい、あ、ごめん、いや、ごめん、パモ、パモちゃん、はい、パモを出して、これで大変、まあ、わかりました、はい、わ、はい、かりました。じゃあ次、私の番いきます。さて、じゃあまずはエレキジェネレーターを使います。はい、山札の上から5枚見て、でね、雷エネルギーを2枚まで選ぶベンチにつけられます。はい、見ていたので2枚を雷光部位につけます。なるほど、仕込むの下手か、そう、やべー、止まんねー、あるんだな、止まんねー、雷光部位になっちゃった、雷光部位が最後の俺のあれでアタッカーですね。なるほどね、はい、でもまあ、もう正直ここからはもう全て完成しているので、まあ攻撃するだけだよね、なるんですね。というわけで電磁障害、あ、そうか、毎ターンパモにぶつけて、ずっと使えないです、パモを落としてパンを返します。ダメだー、ちょっとやべーやべー、何を出す、進化はできん、まあでも雷光V 出します。雷光V 出して、私のターンです。グッズロックの真骨頂じゃ、ドロー、はい、グッズロックがヤバタニエンだな、だいぶ。ミライドニクスのタンデムユニット使います。タネポケモンを1枚持ってくるので、持ってくるのがパモです。はい、パモを持ってきてシャッフルして、うわー、もうボールちょっとなんとか、これあれ、七尾さん、あれ、これなんかあるよ、なんだ、レベルボール言っちゃダメだよ、ノー、あー、ジャッジか、ノー、ジャッジマンです、ジャッジがノー、あ、あの、ノー、あのカードのやつが、4枚ずつ引いてください、ジャッジマン、ジャッジマンです、ジャッジマンが来たな、こんなところに。であれば強引に行こう、強引にペッパー使います。はい、うん、はい、ペッパーでポケモンの道具と、グッズを1枚ずつ持ってくるなんですけど、あれ、なんかポケモンの道具は使えるのか、グッズじゃないのか、手札からグッズを出して使えないだから、ポケモンの道具は使える扱いなのかな。あ、だから森の封印石は多分使える。あ、そうですね、そう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 、なんで、森の封印石と、まあとはいえ一応倒した時の、何があるか分かんないからアメちゃんは持ってきときます。はい、で森の封印石を雷光部位に貼って、一瞬確認してもいいですか。はい、これがポケモンの道具なんですよね、うん、ただ右上に一応グッズとか書いてるんですよね、これ どっちなんでしょうね。今回グッズと道具ってこう明確にテキストを分けたんです、うん、あの新しい G レギュから、うんうん、なのでテキストの文章がグッズを使えないとか道具を使えないっていう風に書かれていればちゃんとそれに当たる。だからトレーナーズを使えないとかだったら使えないけど、はいはい、OK です。はい、
森の封印石はグッズではなくポケモンの道具なので、グッズロックの対象ではなく電磁障害の影響を受けない。そう、だから G レギュのポケモンの道具からここグッズって書いてないんだよね。はい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 、大きなお守りとかも書いてないんだよここに。あ、なるほどね、道具って書いてあるっていう感じで、うんうん、昔のやつだからテキストはグッズになっちゃってる。そう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 、で言うけど、なかなかこのピカッと強いな、どうしたもんかな、なんとはいえだよね。とはいえだね。で、これで、森の封印石使っちゃいます。はい。で森の封印石使って、まあでもちょっとどうにかしたいので、ビーチコート持ってきます。はい、でも場に出しちゃいます。はい。はい、で、ビーチコート逃げ根ゼロなんで、これでライフを、あ、そうか、種ポケモンが落ちるんだね。はい、種ポケモンの逃げ根がなくなるの でこれで、ね、じゃあ次、メリープを捧げましょう。はい、はい、これで、手張りで雷光部位にエネを張って種エンド。はい、はい、じゃあ番を返されたので僕いきます。はい、はい、このターンはじゃあ、輝く猫は隠し札を使ってエネルギー1枚落として2枚引いてきます。はい、はい、アルゼンスフォンを使って1枚見て入れ替えるかどうかを決めます。入れ替えません。うん、はい、はい、でそのまま、ピカチュウ VU によりもう一回働いてもらいましょう。はい、電磁障害グー、はい、落として1枚引いてきます。よいしょ。では、雷光部位が場に出ます。はい、お願いします。急に動けないんです。はい、私のターンです。もうパモット自力で引く。あ、ネストボール引いちゃいました。そう、使えないね、使えないね、使えないね。くそくそ。では雷光部位の特性瞬速使います。山札から1枚ドロー。あ、ごめん、ミライドの特性タンデムユニットを使います。はい、山札からタンデムポケモンになるので、ね、それがあるから PVEX だからね、落としても再度1枚ずつしか増えていかない。そうそうそう、メリップを場に出して、はい、でシャッフルしています。で手張りでライコー、あ、その前にライコー V の瞬速使います。山札から1枚ドローします。はい、ハイパーボール引いちゃったよ。田中さん、どうしてくれるの。この子たちに言ってください。電磁障害を起こしてるって。この子たちが責任取ってくれるの。奈良子さん責任者でしょ。電磁障害でボール引いてんだよ。この子たちがすいません。でもネストも今日ネストボールがハイパーボール引いてるこのターン。でこれでガシャポーン、電気エネルギーをつけて、はい、ではこちらでも攻撃しちゃいます。ライトニングロンド、はい、お互いのベンチの数かける20なんで8ベンチポケモンがいるから216160ダメージでございます。160、了解です。はい、よいしょ。一瞬見ていいですか。はい、あ、ちょっと待って、俺が見るから。あ、ごめん、これ180だね。ごめん、180だ、ごめんなさい。うん、プラスだから素点が20あるんで。はい、というわけで、うん、これでピカチュウ V ユニオンの HP は残り120になりました。はい、で、このことされるとね、再度普通に3つ持ってかれるんですよ。嬉しくなるね。こっちの方が嬉しいわ。まあそう、大丈夫だよ。まあそうでしょう。こんだけ回っててこっちの方が苦しかったらもうどういうデッキなんだってなるでしょうか。ポケストップに張り替えます。おっと、ベンチコートがなくなる。押してください。耳につらい。はい、でミュー EX を出して、はい、雷エネルギーを、雷エネルギーをミュー EX に張ります。はい、はい、で、いきます。電磁障害雷光 V を150与えて、もうずっと外だ、ずっと圏外だよ。やってきます。うそーで、とりあえず私はパモかな、はい、これはパモ出します。どうぞ。では私のターンです。ドロー。うわ、悩ましいカードが来ちゃったな。いいでしょう、賭けよ博士の研究で、はい、お、はい、じゃあすごい枚数を見たね。レベルボール、ハイパーボール、ハイパーボール、ネストボール、レベルボール、恨みが、ダメ、恨みが、アーモンド、セレナ、今止まった、残り1のはず、山、はい、で、これで、博士の研究で全部取らせて7枚、はい、はい、引きます。ここに眠ってなければもう1枚パン持っているはずなんで、はい、で、7枚ドロー。うわー、そして、パモをパモットに出た。はい、で、メリーポンボコボコ進化、進化でミライドンのタンデムユニットでとりあえずデッキ圧縮をしちゃいます。はい、タネポケモン1枚持ってくるなんですが、対象はいません。はい、パモットに手張りを、ミライドンに手張りをして、はい、モコボのエリキダイナモを使います。トラッシュから
雷エネルギーを1枚選んでベンチポケモンにつけることができます。はい、はい、これでターンエンド。はい、おー、はい、ちょっと進んだ、ちょっと進んだけど、いきます。はい、ウロボを使って、コインを、あ、ばっかりでもいいですか。いいよ、ありがとうございます。コインを使います。ま、出るか。表、表、表、表です。くそ、ってくるのは、まあでもね、もうあんま、あるわ、結構意外とあるわ。持ってくるのはエレキジェネレーターを拾って、くそ、どう出た、強欲なことしやがって悔しい、強欲に行くぜ、悔しいよ。ちょっと一瞬ミライドン見てもいいですか。あ、はいはい、ミライドンのちょっと見ました。あいつミュウで殴るからなっちゃったよ。もうこの時にテキストを確認するなんて。あ、エレキジェネレーターを使います。普通にピカチュウで勝てるのにテクイ勝ち方をしようとしてるから。エレキジェネレーター使います。そのナメプを、ナメプの隙をついてやる。くそー、あ、1枚もつきます。あ、すいませんでした。すいませんでした。どうですか。あ、これ、あ、シャッフルしないの。あ、キル、あ、シャッフル、キル、うん、で、エレキジェネレーターが効かなかった、はい、ってなると、ちょっともなんで今スルーしたけど、なんでミュウリンの、そういや、そうや、一強一、何ですか、大会の時いなかったよね、なかったよね、彼な、え、何ですか普通に今さらっとさらっと流してたけど、エッジ紹介パパ落とします。あー、来た、これ最後1枚、これで、ミライドンが前に出て、私はカードを1枚ドローします。はい、あ、なんじゃないです。まだ使えない、まだ効いてる。このハイパーボール使ってパーもっと読みたいよ。くそー、これでじゃあミライドンに1枚届きた、はい、ついきた。で、まあ何があるか分かんないから、モココのエリキダイナモを使います。トラッシュから雷エネルギーを1枚持ってパーモットに決まりします、はい、頭につけます。ではミライドンの攻撃、フォトンブラスター、220ダメージで、はい、ピカチュウ V ユニオンが落ちます。おそ、落ちた、よう頑張った、よう頑張った、よう頑張った、ブユニオン。サイドいただきます。はい、どうぞ。さあ、その3枚が強行となるか。に行こうかな。はい。はい。で、俺の番か。はい。何でも落とせれば。お願いします。行きます。いや、そうなんだよな、これね。ここから入れる保険がないかな、まだ。賢いのがね、これ、雷光ブイで落ちないようにね、調整してるんですよ、1個開けて。これでね、200しか当たんないんですよ、ミライドン V に。はい、これがね、結構しんどくて、実は地味にから、奇跡あるか、まあ、だから、雷光 V 置いて、で、ガラルフリーザー V 置いて、多分エレキレーター欲しいんで、ね、サポートでアローラ、アローラ、アローラ、アローラの仲間たち使って、おい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 あ、これレギュラーじゃないか、これ。あ、これごめん、そういうこと。ジュンジュンの代わりに、ちょっとあのコアの代わりに触れないと。おいおいおい、やめて。今一瞬触ろうとしてたんだよ。取り出しちゃったよ。後頭部映ったよ、多分今。びっくりしてる。こんなスピードなのかって。あ、これ使えますか。僕のコアは使えますか。やめて。あ、ごめん、触れないんで。ロストゾーン置いとくね、これ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。怖いことすんなぁ。ポケストップ、ポケストップを使います。はい、じゃあ3杯拾ってきて、はい、あ、ナナミの手助け落ちて、冒険から発見落ちて、だからさ、何ですか、何ですか、151のさ、時間が歪んでるし、あの時間軸いなかったよ。のエレキジェネレーター5枚見てきます。1、2、3、4、5、あー1枚拾ってこれるんですんで、じゃあこの子ミュー X に入ります。おー、ゲノムハックがもう1エネで打てるね。ゲノムハックで終わらせたらかっこいい、気持ちいいね。あ、やべえ、ゲノムハックできたら気持ちいい ね、 いね。あ、なんかね、時空を超えてきた。ガラフリーザの再構築でこれ2枚落として1枚引いてきます。エキジェネレーター持ってくるな。はい、トレッキングシューズ使います。エキジェネレーター1枚拾いきます。これはトラッシュして山札もう1枚引きます。エキジェネレーター入れます。トレッキングシューズで、1枚見ます。エキジェネレーター、俺まだ手張りしてないよね。してないね、多分ね、してないですよね。これは拾いません。雷光 V の瞬足を使って1枚拾ってきます。ミュー EX に貼って雷光 V を
逃がしてミューイックスを前に出して、あーかっこいい、対戦ありがとうございました。ゲロハックでフォトブラスター220。いやー、相手の技が使える、相手の技が使えるというやつで、このそうですね、やーっす、それで対戦ありがとうございました。あー、あー、おー、いやーなんかそれ怖いよ。いや俺もこれ出すためにずっと手で持ってんの、マジでハラハラした。持ってる間ずっとハラハラした。これは本当いやもうこれをドッキリをしたいがためにね、このためにこの対戦振りが長い。いい対戦でしたね。でもね、いい対戦だったね。いい対戦でしたね。いやあのね、正直ね、あれ案外逆転の目があったかもしれない。あ、本当に、うん、未来ドンからのあれが、あのなんかね、パモが引けたら、うんうん、私まださ、パモ4積みだったんだよね、うん、はい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 。で、これでこうして、で、次あのほら、グッズたくさんあるからさ、うん、あのこれだって、押しさえすればね、不思議な飴でこうやるとあの、交換もできるんだよ、こうやってこれをこうやってやってできるから、うんうんうん、それでなんか、サイドのイキリンことフリーザー倒せば、そうだし、うちはもうライコー V とかミュウが動かなかったらもう勝てないデッキなので、うんうん、あのそう、もう最終アタッカーがあの V ユニオンに頼ってるから、うんうん、そう、エネの数が多分足りなくなるかなみたいなやつっていうやつだったんですけど、いい勝負でした。いい勝負、ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。あー、ちょっと電気障害なかなか厄介で、2ターン目からグッズ使えない、なかなかきついやね。1ターン目で動いたのはマジ珍しいというか、一番やりたいことができました。いや素敵でした。いや、よかった、これで主催の。あ、ちなみに全部できたじゃん。ちなみに大会ではできました。大会ではできますよ。なんや、いいやん、別にそんなこと言わんでも。いや、ノックルそのくらい言わせてよ。そんなグッズロックずっとされたんだろう、初めて見たもん。はい、というわけで、超激レアカードをデッキに混ぜてドッキリ対戦するピカチュウ V の対戦でした。ごめんやったよ。楽しかった、楽しかったし、あのこれガチで驚いた。どうしよう、ありがとうございました。いや、面白かった。検証結果あれやね。あの本当にガチ対戦してるといきなり出てきても、いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。